速報、ブライトン三笘薫、欧州7リーグでトップ2の記録。相手ボックス内でのタッチ回数。このメンツの中にいるのすごすぎる。ブライトンの戦術的にタッチ数は確かに多くなりそうだよな。スターリングが上にいるのなんか解せない。今季プレミア終了時の得点ランキングもこうあってくれ。サカとマルティネッリ、両サイドから殴れるアーセナルマジでえぐい。どんなランキングであれ、バペより上にいるのってなんかすがすがしいわ。こういうの見てもやっぱり今の日本代表って歴代最強。冬にシティとかいかんかな。現状考えるとユナイテッドからオファー来そうだけど。これ見た見としには歓喜やな。